神社の木に抱きついてる人は何してるの？その謎を解明すべく、我々はアマゾンへと向かった。さて、神社の木に抱きついてる人は何をしているのか？それは、神職でもわかりません。何やってんでしょうね、あれ。今回は神社のご神木についてご説明します。前回、藁人形について話した時にも、ご神木を傷つけてはいけないって説明しましたよね。神社のご神木、神樹は、神霊の寄り増しだったり、社殿の材木の呼び名だったり、境内の象徴とされる樹木のことです。一社に一本が普通ですが、稀に一社に複数あったり、境内にある樹木全部を総称して表現することもあります。とっても大切なものなので、切り倒したり、不浄なものを近づけてはいけません。そのために締め縄を巡らせたり、柵で囲んだりしているのです。よくパワーをもらうために抱きつくって聞くことありますけれど、ね、あれ、全く意味のないことですよ。だって、パワーをもらいたいということは、神霊のご加護を賜りたいっていう意味だと思うんですけれど、神社側が教会として設けている締め縄や柵を無視して、根っこを踏んじゃうので樹木を傷つけ、ペタペタ触ることで樹皮を傷つけ、神木を害する行為をしたのに、それなのにご加護を求めるってね、そんな無茶苦茶なことありませんよね。だからどういう理屈なんでしょうね、あれね。樹木崇拝というのなら、崇拝対象を弱らせることはしませんから、ね、ほんと意味がわからないんですよね。何やってんだろうね、あれね。神社によってはごく稀に触っていいよって看板出してるところはありますけれど、それは本当にレアケースです。逆に言えば、触っていいよって書いてないのなら、絶対に触っちゃいけません。特に、締め縄が貼られていたり、柵がある樹木には絶対触っちゃダメ。抱きつくのなんて論外でございます。触っちゃダメよ。以上がご神木の説明でございます。みんなわかったかな？ちなみにご神木に限らずね、樹木はお手入れをしないといけません。よく樹木医さんに見てもらったりとか、お手入れとして剪定や枝打ちをしたりすることもあるんですけれど、これやってるとね、高確率で神社にクレームが入るんですよ。お手入れした時とかにね、生い茂ってる様が良かったのに、寂しいわ、枝が減っちゃって、っていうね、クレームが入ることがあるんですけれど、でも、お手入れをしないと台風が来た時とかにね、枝が降り注いだり、最悪倒木することがあるので、お手入れは必須でございます。切られた枝は、お守りのナイフになったりすることもございます。枝が切られることがあってもね、樹木の健康のためだと思って温かい目で見守っていただければ大変嬉しいなぁと思う次第でございます。ってところで、今回の動画はこの辺で。また見てくださいね。バイバーイ。